さあ今日はですね私たちの未来を根底から変えるかもしれないコンピューティングの新しい世界についてです早速その確信に迫っていきましょう今世界中が AI の可能性に沸いてますよねでもですねもし AI 革命はもう終わりを迎えつつあるなんて言われたら皆さんどう思いますか 今日はそんな常識を覆すかもしれないテクノロジーの未来を深く掘り下げていきますじゃあその次に来る革命を理解するためにはまず現代のコンピューティングが直面している壁つまり限界を知ることから始めないといけません。コンピュータータの心臓部って半導体チップですよねその性能はトランジスターっていう小さなスイッチをいかに小さくそしてたくさん詰め込めるかで向上してきました。 これがあの有名なムーアーの法則ってやつですねでもその進化もついに原子レベルの限界に達して物理的な壁にぶつかってしまったというわけなんですチップの高速化が頭打ちになった今テクノロジー業界がまあ次の希望として見出したのが人工知能 AI ですでもこれって本当に根本的な解決策なんでしょうか早くできないなら広くするこれが AI のアプローチなんですね GPT みたいな大規模言語モデルは一台の超高性能な頭脳というよりはたくさんのプロセッサーを同時に動かす人海戦術で問題を解決しますまあいわば力技ですね。でもこの力技にはものすごいエネルギーとコストがかかるんですよ。例えるならそうですね東京で最高のフランス料理店を知りたいってだけなのに世界中のラーメン名人からピザ職人まで あらゆる料理の専門家を総動員して質問するようなものなんです答えは得られるかもしれないですけど信じられないくらい非効率ですよねその証拠にディープシークっていう新しい AI モデルは質問の内容に応じて最適な専門家モデルだけをピンポイントで呼び出す仕組みを開発しましたこれによって巨大な AI 全体を動かすよりもはるかに早く安くそして正確な答えを導き出せるってことを証明しちゃったんです この効率化の流れが何を意味するのかそれは AI チップの王様である NVIDIA みたいにただひたすら巨大で強力なチップを供給するっていうビジネスモデルがもはや絶対じゃなくなるということですまさにブルートホースつまり力技からスマートネス賢さへ AI の世界で大きな知覚変動が始まろうとしてるんですね AI の力技が限界だとしたら次に期待されるのは 計算のルールそのものを変えてしまう量子コンピューティングですよねでもこちらにもまた大きな壁が立ちはだかっているんです今の量子コンピューターはエンタングルメントっていう現象を利用して0と1が同時に存在する状態を作り出すことで驚異的な計算速度を実現しますでも最大の問題は最終的な答えが0になるか1になるか確率でしかわからないっていう不確実性 どんなに早くても答えが確実じゃなければ意味がないですよねこの不確実性という壁を打ち破るために日本の研究者たちが全く新ししいいアプローチを提唱していますそれが特許も取得された四足和算というこれまででの常識を覆すす論理なんですこれどういうことかというと0か1かプラスかマイナスかを無理に決めつけようとしないんです。そうじゃなくて 0と1が共存する状態そのものを一つの答えとして扱う、全く新しい計算方法なんですね。不確実性を問題と捉えるんじゃなくて、可能性そのものとして計算する。まさに発想の転換です。この革新的なアプローチを理解するには、単なる技術論ではもう不十分です。私たちはコンピューティングの根底にある哲学的なパラダイムシフトに直面しているんです。そのキーワードが空です。 研究者たちは、先ほどの0と1が共存する状態を日本の伝統的な概念である空と呼んでいます。何もない無のようでいて、あらゆるものを生み出す可能性を秘めている状態、まさにコンピューティングにおける究極の可能性そのものを表しているんですね。では、なぜこの空がすべてを変えるんでしょうか。まず、0と1の二元論からコンピューターを解放します。次に、 量子コンピューティングが抱える不確実性の問題を根本から解決しますこの空という概念を深く理解することこそがその力を引き出す鍵となるんですそしてこれは単なる技術革新にとどまりませんこの日本独自の思想が次の技術派遣を握る時代すなわちパックスジャポニカの幕開けになるかもしれないのですいかがでしたでしょうか AI と量子の先にあるコンピューティングの新たな地平 今回の解説はすべて原田武雄氏の緻密な研究に基づいています。この刺激的な未来についてさらに深く知りたい方はぜひ公式サイトを訪れてみてください。ご視聴ありがとうございました。